おお、みんな。おい、お前。ほら、早く戻ってくるって約束したのに。ごめんごめん、十分早かった。パイモンの感覚がおかしい。お前オイラのことそんな風に言うなんて。何なの。ならお前の感覚の方が間違ってるってことを分からせてやる。それからオイラの食欲に対する認識もな。そんなに。お前の天心は全部オイラが食ってやるぞ。やだ。悪い、待たせた。少様。怒ってる。平気平気、みんな雑談しかしてないし、これといって何もなかったからね。外で話していようが部屋の中で話そうが別に同じだったよ。寛容な同志をパイモンも少しは見習って。ふん、オイラは食べるのに忙しいからな。お前の相手なんかしてる暇ないぞ。あー、そうだ、知り合い同士ではあるけど、せっかくのお祭りの食事会だし、儀式的なことも少しやっておこった。いやちょっとこの並び良すぎ。あ、もしかして何か特有の習わしでもあるの。ん、ないよ。ないんかい。でも縁起が良くなるように私がたった今作った。さすがだな。思い立ったが吉日。さあまずは宅の上にあるコーロを使おう。コーロ、おっと、ずいぶん長いこと火がついてたし、お香もつきかけてるね。じゃあここは一番身分のたっといお客さんに次のお香を焚いてもらおうかな。セーセール天、新たな年の繁栄を願い、日々前へと進んでいけるようにね。なるほど、いい願いだね。さすがフータオ。なら、この場で一番身分のたっといお客さんは、うん、きっと格系の勝利先生だよね。僕は勝利先生の功績とかやってきたことに詳しくはないけど、さっき話した感じ、彼の見識と造形の深さはこの世界を渡り歩いてきた吟遊詩人の僕でもあっと驚くものだった。もし知識が力となるのなら、勝利先生の力は果てしなく強大なものだろうね。話のレベルで言えばやはり偉大な詩人の方が上だろう。もうやめて、面白いから。俺はただ記憶力がいいだけに過ぎない。こんな何の変哲もない能力をこうも立派に語れるとは、その弁舌には脱帽する。そもそも誰が推薦してもいいのなら、ほう、うんうん、俺はやはり同志こそが功を焚くのに適任だと思う。まあそうかもな。もうダメだよ、それは上司に対する無駄なごますりだから。それにお客さんにやってもらうって話でしょ。主催者の私は選択肢に入らないよ。ダメなんか。そうだ、美味しい料理をたくさん食べられたし、ここはこの場に唯一いる料理人のシャンリンにやってもらうのがいいんじゃない。そうなの。でも今日の料理は私が作ったものじゃないよ。そんなの関係ないって。ほら、シャンリンは千人の弟子で、かまどの魔人と行動を共にする仲間。それに月夜祭の料理王決定戦の優勝者でしょ。なんなん。しかもかの有名な料理屋万民堂唯一の後継者であり、この同志である私の古い友人の一人でもある。これでも足りないっていうの。あり、なんか称号がだんだん尻すぼみしていってるような。何なんだよお前ら。ちょっとやめてよ、なんだか恥ずかしくなってきちゃう。それなら DU エコーで最大の紹介の一つ、機運紹介の次男坊の方が尊い身分なんじゃない。何この図。かわいい。いきなり僕を巻き込まないでくれよ。かわいい。おお、それもいいね。紹介の坊ちゃまがお香を焚いてくれたら、みんな新しい一年は大儲け間違いなしだよ。はあ、そんなわけないだろ。それに儲けることも確かにいいが、体の健康や万事順調であることの方がもっと大事だ。だからここは邪気払いを得意とする超運奉仕にやってもらって、家内安全を願うのはどうだろうか。なんでみんな押し付け合ってんの。まさか僕にまで飛び火するとは。
ここにはコウマ耐性がいるんだ。どう考えても僕にお鉢が回ってくるのは筋違いじゃないか。身分の序列で言えばここに仙人はコウマ耐性一人しかいない。仙人はな、なら絶対に仙人はね、断る。ああ、我はここで最も身分の尊いものではない。絶対にな。そっか、まさか勝利先生を選ぶつもりじゃ。ここにいる者の洞察力ならきっともう分かってるはずだ。あ、まずい。ここにいる皆と縁を持つ者が一人いると。あ、私あれ、ちょっと何その顔。なんだよなんだよ。あ、そうだぞ。なんだよ。お前っていっつもオイラのことをからかうけど、確かに人付き合いはかなりいいよな。いや、ここのみんなとも知り合いだし。何、縁結び。縁結びじゃないか。な、まずい。さっきお前の相手なんかしないって言ったばっかだったのに。いや、それは俺だけじゃないな。あれ、まだ他にもいたか。鏡を見てきて。ん、って、そうだよね、私と一緒に行動してるんだから。お前はオイラがここで一番尊いお客さんだっていうのか。急に用意書するじゃん。急にそんなこと言うなよ。機嫌良くなった。うん、僕は賛成だよ。なかなかいい人選なんじゃないかな。本当？共に歩む仲間がいなかったら長い旅は果てのない孤独なものになってしまう。あー、ウエンティ、冗談を言い合ったり一緒に騒いだりできる友達がいればあらゆる景色は色づく。ああ、旅人は諸国を旅し素晴らしい功績をいくつも残した。しかしパイモンがいなければその物語は単調なものになっていただろう。お、じゃあパイモンか。お前の旅が平穏で順調であったのもパイモンの存在が大きい。いきなりそんな褒められるなんて、おいらなんだか慣れてないぞ。そのみんな本気なんだよな。お、もちろんパイモンは最高の仲間だからね。イヒヒ、ありがとな。完全に機嫌になった。よしよし、さっきはオイラのことをずっと待たせたけどもう怒ってないぞ。よし、よかった。ちょっとくて、パイモン、そう気にすることはないさ。友人同士なら喧嘩をすることも当然ある。そうだね。ああ、確かにそうだな。つまり旅人にとってのパイモンは私にとってのグオパーと同じですごく大切な存在だってことだよね。うんうん、じゃあみんなパイモンで問題なさそうだね。まさかのパイモンか。いや、いいんじゃない。私の推し3人並んでる、かわいい。はあ、我も旅人の選択に異論はない。ショーン様が私のこと好きすぎる。嬉しい。じゃあこれで決まりだね。ではでは、世界で一番すごい旅人の最高の仲間でありガイド兼親友のパイモンに、お、みんなのためお香を焚いてもらおう。かわいい。さあパイモン、マッチをしっかり持って手をやけどしないようにね。パチパチパチ、みんなの熱い声と拍手の中パイモンは浮かれた様子でお香を焚いた。いいぞ。それから夜遅くまでお茶を飲みながら心ゆくまでみんなとおしゃべりを楽しんだ。うわー、楽しい、このイベント。そしてお腹も満たされたところで宴も終わり、お開きの時間となった。寂しいな、なんかずっとここにいたい。ずっとここにいたい、嫌だ。もう終わりか。さて、もうだいぶ遅いしこのままみんなを引き止めておくわけにもいかないよね。そろそろお開きにしよっか。うん、料理と点心どれも美味しかった。どうしゅ、ごちそうさまでした。ありがとう、フータオだな。お茶もいい香りだったぞ。あ、ちょっとテクスチャーがもうちょい時間がかかりそう。あ、しょしょ、オッケー。私たちの間にそんなお世辞はいらないって。次また私がおごるときに付き合ってくれたらそれでいいから。お世辞とかじゃないんだけどな、本当にありがとう。お、もうすっかり暗いね。夜道は少し危ないから私はシャンリンとユコアキボッチャマ、あとチョーンを送ってくるよ。残りのお客さんは勝利さんにお願いするね。あら。ああ、僕は平気だから気にしないで。これから海へ行くんだ。船の上にいる友達に会ってくるから
勝利先生に手間はかけさせないよ。君なら僕の行ってる場所がどこなのかわかるでしょ。もし時間があったら僕を探しに来てね。行く、約束する。みんなと知り合えてよかったよ。春風がなびく頃また会おう。いや、いいな、ディーエの背景とウェンディ。もちろん、また機会があったら一緒に詩を書こうね。うん。さて、じゃあ私たちも行くよ。わー、行っちゃうの。そうだ、勝利さん、後で王城堂に戻ってきてね。頼みたい用事がまだあるんだ。ああ、承知した。同志も気をつけてくれ。みんなバイバイ。では、次はテイ君。勝利でいい。今の俺はリーユエ校で一人の人間として生きている。民衆の中にいるしがない存在に過ぎない。日が昇ったら働き、そして日が沈んだら休む。身分で言えば勝利というただの凡人は、高魔体制を敬い仙人様と呼ぶべきだろう。そんな、滅相もない。仙人様、もうからかわないであげて。本当だよ。これは何も冗談じゃないんだわな。翔様が萎縮しちゃうでしょ。今年の怪盗音楽祭の期間中、お前たちは歌人同一神君、それから龍文釈風神君と交流したと聞く。きっとまた過去のことをたくさん知っただろう。そうだね。同じことでも別のものが見れば違う様相を見せる。記録するものが増えれば、同じ物語でもまた別の思いと姿が伝わる。以前ソラヤーというスメールの学者と古今について語り合ったことがあってな。ゆえに彼女が研究している課題も多少は把握しているのだが、彼女が見つけた証拠とそこから得た推論を見るに、彼女が研究している内容はすでに事実に近い。ほう。ただ人も魔人も多面性のある生き物だ。人間の文化に根付く伝説には、高きところに座す尊いものや心優しい魔人が数多くいる。あれか、潮の魔人の話かな。だが俺や歌人同一神君、龍宮釈風神君、それから将や関羽のようなものにとって、そういった属性離れした仙人や神は身近な存在であり、他愛のない話を共に楽しめる仲間でもある。今この時の光景はあの時と同じものだ。民衆にとって将は親しみにくい存在であっても、旅人からすれば違う。そうだね。つまり一部のことについてはそう気にする必要はないということだ。テイク、勝利様が伝えたいことは。その様子だと大まかではあるが理解したようだな。さて、同志から皆を送るように言われているが、お前たちの実力であれば俺の同伴など必要ないだろう。ちょうど夜景が美しい頃合いだ。俺も少し歩きたい。お、しばし歩いた後、同志のところには顔を出そう。うん、では先に失礼する。いずれまた会おう。はーい、バイバイ。勝利、またな。みんな行っちゃったな。寂しいな、なんかあんだけ盛り上がってたから。こういう賑やかな雰囲気が終わると、いや、わかる。いつも心にぽっかり穴が開いたような寂しい感じがするよな。いや、マジわかるわ。でもお前が一緒にいてくれるからよかったぞ、パイモン。あ、いやいや、一番尊いガイドのパイモンはずっと旅人のそばにいてやるぞ。うん、これからも尊いパイモンには面倒になるな。ふん、わかってるならいいんだ。ショウはこれからどうするつもりだ。オイラたちと一緒にリーユエコーを見て回るか。いや、見ないんですか。ここで過ごす時間は我が想定したものをとうに超えている。町の灯火も悪くはないが、そろそろ帰らねば。寂しいよ。今回は急なことではあったが世話になった。いよいよ、こちらこそ。毎回お礼しなくていいから。あ、ではまたいずれ。また会おうね。あー、寂しい。完全に見られたな、今。見られてましたね。すごい。寂しい。やだ。
これさあれかな、見て回ったらみんないるのかな。前回の怪盗祭の時はそうだったよね。なんか各所にリーウェイのキャラクターが配置されていて話しかけられたはずなんですけど、え、海？海？ちょっと待って、わ、いたわこれさ前の時もやっぱそうだったけど、みんないるんだな多分これ終わった後。うわ、探そうかなこれ全部。カズハ立派な船だね。そっか、五カ人の時にこの二人も会ってるからね。なるほどね。潮風に吹かれながら空を悠々と飛ぶカモメを眺めて大声で歌いたくなってくるよ。カズハ、ここに泊まって吟遊詩人として詩を読みたいんだけど、いいかな。うむ、ウェンティ殿の腕ならば問題ないでござろう。しかし拙者も含めてここにいる船員たちは鹿の際に乏しい。言葉の中に隠された真意を読み取ることができるかは分からぬそんなこと言っちゃいけないよ。詩は心が感じるままに作るもの。同じ景色や雰囲気の中にいる人ならきっと感じ取ってくれるさ。ふう、モンドにも港はあるけど船に乗る機会は少ないんだよね。そういえばこの船は欠点なんてないくらい素晴らしいけど、ただ一つ。うむ、カズハ、そのお酒、君の姉君に言ってくれないかな僕は幼く見えるだけでもうとっくにお酒が飲める年だって。せっかく船の上で海の幸を食べられるのに美味しいお酒を楽しめないなんて、そりゃないよ。僕のためだと思ってお願いね。いいでしょ。それは拙者ではどうしようもないのでござる。姉君が今船にいないからではなく、そもそもそれについては相談の余地がないのでござるよ。拙者でさえ食事時は酒を置いてない席に座ることになっている。僕が飲める量は君とは違うのに僕本当にたくさん飲めるんだよしょうがないなお前なんか、え、僕に会いに来てねみたいなこと言っといたくせに、ずっとカズハと話し込んどるよ許せねえな。いやーよかった。あーそっか、じゃあ他の人も見つけたら回そうかな動画。いやーちょっとね、もうあと3時間2時間くらいしかないんですよね。ちょっと全員見つけられるかわかんないけど、一通り探してみようかな。みんないたら話したいかも。ホットさんはいなそうだね。オッケーオッケー、どうしようかな。じゃあ一旦切ろうかなここで。で、各自、まあ、見つけられたら回します。はい、よし。じゃあ怪盗祭楽しかったね。あー、まあこれいつ上がるかわかんないですけどはい、それでは皆様良い新年を。もう2月ですけどでは怪盗祭を祝してまたな。はいはい、じゃあね、怪盗祭エピローグ後ですね。まあ、リエのキャラクターがね各場所にいるのがまあ恒例行事なんですけど、まあとりあえず少佐はね、あの探しに来て真っ先に見つけましたねまあここ以外ないだろうなと思ってたけど、よーし話しかけるか。先ほど元将からまた杏仁豆腐をもらったんだが、うん、シャンリンが作ったものをまだ食べていなくてな。あら、お前も食べてみるといい。我の舌はお前ほどではない。その違いは感じ取れないだろう。俗世の生活もきっとそれぞれに違いがあるのだろうな。あ、今後はもっといろいろなことを語ってくれ。我も耳を傾けるとしよう。いやマジ丸くなったよな少佐様いやー好き、いいイベントだな。なんか怪盗祭だけじゃないけどさ、いろんなイベントをこなすごとにどんどん少佐は丸くなってる気がするな。よし、じゃあ次行きますか。あ、いた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 、ナナと白術先生ですね。怪盗祭はますます賑やかになりましたね。この音楽は、うん。白先生、薬準備できた。誰に送る？あの歌を歌う者たちにですよ。
音楽祭に出るというのはとても大変なことですから、薬を準備してちゃんと喉を休めてもらわないと。そのために薬先生、徹夜で薬たくさん作った。ユーヘンからの伝言であれだけ言われれば怠るわけにもいきませんからね。さて、もう少し最終確認をさせてください。この薬は、うん、いいね。そうか、音楽祭に向けて薬作ってたんだ。もうすっごい提灯浮いてんだけど、気になる。よし、じゃあ次探すか。お、京子さん、徳田さんいた。おい、今回私を呼んだのは木を打つためなんかじゃないだろうな。あら、船長さん、そんな言い方じゃなくて、もっとはっきり言ってくれないかしら。木を打つのが退屈だから嫌なの？それとも私という人間に付き合うのが飽きたという意味かしら。その辺を明確にしてくれないと、どう答えたらいいのかわからないじゃない？ったく、あんたってやつは一言言えば3倍になって帰ってきやがる。じゃあ今後はどの仕事も明確に処理しようじゃねえか。その方が簡単でみんなも楽できんだろ。あら、私はそれでもいいけど、北斗船長の商売もそれで大丈夫なのかしら。はっ、バカなことを。あの茶室のオーナーだが、時々私の船に来ては情報を探ってるだろう。船体に頼んで品を仕入れたいなんて言っちゃいるが、あいつが誰のために動いてるのか私が知らないとでも思ってんのか。あら、さすが船長さん、そんなことも知ってるなんてね。では彼女も呼びましょうか。それとも私たちが彼女の茶室に行こうかしら。人が増えて賑やかになれば、二人で木を打たないで済むでしょ。船長さんが退屈してしまうのも良くないし。つまり本当に木を打つつもりだったってことか。なんだかんだこの二人仲いいよな、やっぱ。よし。お、ステージのとこにいたか。うん、金ちゃんと深淵。よし、あたいも急いで新曲作りに集中しないとな。もう夢が一つ叶ったばかりなのに、また新たな目標を見つけたのですか。あんただってそうだろ。どうせ新しい劇の名前もすでに考えてあるくせに。やはり私のことを一番知ってるのは深淵さんですね。仲いいね。都心宝泉というのはいかがですか。おお、臨場感が半端ないぜ。主題を引き立てる宣伝文も考えました。金天竜音、雲間に轟くとしましょう。なんかやっぱこの二人合うんだろうな、フィーリングが。まあ芸術をね、愛す者たち。はい。おい、え、勝利先生さ、王城堂にいるって言ってたじゃん。嘘つき、万民堂におるわ。そっか、でもグーパンに会いに来たのか。野菜は十分新鮮で、乾物も数が揃っている。海鮮は、うん、不要だろう。まあ、お前か。また会ったな。どこにいるかと思った。ここで俺を見かけるのはそんなに驚くようなことか。だって王城堂に帰るって言ってたじゃん。同志からの新たな仕事でな。あ、そうなんだ。祭りの期間中、シャンリンは店につきっきりで遊ぶ暇もないらしい。はあ。それを見た同志がシャンリンに少し自由な時間を作ってやろうと、俺を何日かこちらに派遣したんだ。なるほど、あの4人一緒にいんのかな。だがいざ来てみると、有能な旧友がいる。俺が手伝えることはなさそうだ。レレレ、あー、グッパ。旧友が野菜を運んだり火を起こしたりする姿を見ていると、なんとも心が弾むものだな。そうだ、竜尺風神君のからくり調理神器を借りて使ってみるか。気に入ってんな。レ、置く場所がないと。ふん、そうか。会話できている。かわいいな、この二人。よしよし。どこにいんだろう、シャンリンたち。いるわ。めっちゃ文字。あー、ここに。いや、仲いいな、この4人。ほらほら、
ゆくあき坊ちゃま、正直に白状したら。あ、まずい。ん？何をだい？あなた、ウエンティさんとどうやって知り合ったの？まずい。どうしていきなりそんなことを。あれ？読書サークルの友達じゃなかったの？ああ、本当に読書サークルで何回か会ったことのある友人だ。別にこれといって話すこともない。新玉先生がバレてしまう。あれれ、本当に？ウェンティさんの並々ならぬ風格に、あのズバ抜けた文才、きっと一般人じゃないはずだよ。それに勝利さんとあんな風に言葉の応酬ができるなんて、私くらいのレベルじゃないとできないでしょ。いや、それは考えすぎだと思うが。ふーたお、ゆくあきは私たちを騙したりしないよ。わかった。あれ、正直に話そう。話すん？ゆくあき、実は僕はウェンティさんが作る詩の愛好家なんだ。そうきたか。ほら、僕が本を好きなのは知ってるだろ。当然モンドで歌われる詩かも読んでいる。口がうまいな。その中でも特にウェンティさんの作品はお気に入りでね。フータオの言う通り、彼の詩はその風格と同じで並々ならぬものであり、文才も優れている。よくもまあペラペラと。さっきの宴席では僕が気まずくなるのではないかと考えて、ウェンティさんも言わなかったんだろう。本当に思いやりのある素晴らしい詩人だ。あ、それなら僕も証言できる。お？ゆくあきが忙しい時、こっそり詩集を買いに行かされたことがあるんだ。なるほどね。まあそんな大したことじゃないんなら、もっと早くゆくあきも私たちに教えてくれたらよかったのに。危なかったね。ああ、だから今ここで君たちに教えただろ。あくまで隠すんだな。そういうこと。まあいいや、それはさておき、せっかく4人で集まったわけだし、これから何して遊ぶ？かくれんぼ？ケンケッパ？それとも街をブラブラしてお買い物？そうだな、4人ならバンを借りてゲームをするのはどうだ？私いるのにすごい気まずいな。仲いいなこの4人マジで。いいな。よし。お、いる。どうやらここで採用らしいですね。あー、なるほどね。よいよ。よかった、警察総務お父やおばばたちも楽しんでたよ。あ、全部聞けんだ、警察総について。ヨーヨがここで何をしているのか聞きたい？ここでみんなのために歌を歌ってるの。師匠のように金を奏でて美しい音を出すことはできないけど、歌を歌うくらいはヨーヨにだってできるもん。弱心おばばにも褒められたよ。それで美味しいキャンディーをもらったの。かわいい。なるほどね、なんか一通り聞けるんだ。よかった、警察総務お父やおばばたちも楽しんでたよ。師匠について。前に師匠から仙人のことをたくさん聞いたよ。大きな鹿の角が生えている衣装おじちゃん、お宝集めが好きな鳴海おじちゃん、話してる時ね、たまに師匠の声が少し悲しそうになるの。でも最後は必ず笑いながら、みんなリーユエが大好きだって教えてくれるんだよ。ヨーヨもリーユエが大好きだから、あの仙人のおじちゃんやおばちゃんたちの代わりに、ヨーヨはリーユエのみんなのお世話をちゃんとするからね。なるほどね、しっかりしてんな。よかった、警察総務の父やおばばたちも楽しんで。ドボルザークおじちゃんが物語の仙女を見つけられたことも、その仙女が師匠だったことも、両方ヨーヨは嬉しく思ってるよ。それにヨーヨも力になれたんだよね。これなら師匠に恥をかかせないかな。それにそれに、おじちゃんが友達に頼んでフォンテーヌからおもちゃを持ってきてくれたの。おお、ヨーヨそれ大好き。どんな？いや、ヨーヨはね、最初はもらうつもりじゃなかったんだよ。でも師匠がもらっていいって言ったから
もらったの。そっかそっか、よかったよかった。かわいいな。よかった。計測総務の父やおばば、バイバイ。ちゃんとパイモンちゃんのお世話してあげるんですよ。機会があればまたヨーヨーと遊びに来てね。やん、かわいい。いや、よかったな。で、そこにエイヒとピンバヤがいる。これで最後だ。バーヤは金を引くのがお上手だ。私にも教えてくれないか。エイヒは本当に好奇心が強いの。いろいろやるね。せっかくのお祭りでゆっくり休める機会じゃというのに、あれこれ教えろとせがんでどうするのじゃ。安心してくれ、バーヤ。私は習得が早いからな。早く弾けるようになって、バーヤと一緒に合奏したいんだ。私がバーヤの作った旋律についていけるように、残さず全部教えてくれ。はいはい。まずはその前に、お茶のおかわりをそこに置いて冷やしてくれるかい？了解、バーヤ。かわいい。本当にね、たくさんのお弟子さんがいらっしゃるからね。いや、よかった、回答さえまして。まあね、エピローグからの、それぞれのね、キャラクター、散らばったキャラクターたちを無事に集めきりまして。いやー、完全にやり終わったな。はい。いやー、よかったわ、見て。ちょっと、ギリギリの時間になってはしまい、なっては、なっちゃいましたけど、なんとかね、終えることができてよかったです。いやー、推し3人並んでる姿も見れたしな。いや、よかったよかった。はー、じゃあ、これ見て完全クリアということでね。まあ、しばらく原神の動画は上がらないかな。まあ、また推しがね、出てくるようなストーリーだったりとか、まあ、好きそうなストーリーだなと思ったら、またね、あげるかもしれないです。はい。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。またなー。